君はニック・ラムダの名を知っていますか？当たり前だ。やつは世界的なレーサーじゃないか。彼は諦めなかった。呪われたドイツグランプリで彼は瀕死の重傷を負った。それまでニックはブラジル、南アフリカ、ベルギー、モナコ、イギリスグランプリでトップに立っていた。彼は頭、顔、胸に火傷をした上、全身を骨折したのだ。それにもかかわらず、ニック・ラムダはレースを諦めなかった。二つのグランプリを休んだだけで、彼はイタリアへ現れた。そしてロイに食い込んだ。結局その年のニックは一点の差でチャンピオンの座を譲った。高谷君、君は車が嫌いになったと言った。いけない。レースを恐れてはいけない。フェニックスは炎の中で蘇るという。炎の中で蘇る者が真の勝利者になるのだ。フェニックスになりなさい。フェニックス。ニック・ラムダのレース中に事故を起こしたと言ってた。ニックは瀕死の重傷を負った。だが約1ヶ月半の休養でイタリアグランプリに復帰、4位を占めたんだ。まさに鉄の意志を持ったフェニックスだ。